QOL サービス出版のタスケ創刊号に掲載されているクローバーの壁面飾りです。台紙は縦75センチ横135センチのものを使用しています。そこに花や葉を並べていきます。ここでは花から並べていますが、どちらから並べても構いません。花の配置を決めたら、茎の根元を隠すように葉っぱを置いていきます。残った葉っぱを間に置いて全体を見ながら微調整していきます。このままでも十分綺麗ですが、上の方にお花紙で作った蝶々を飛ばしてみました。配置が決まったらボンドか糊で貼っていきます。ボンドを花と茎の一番下につけて貼ります。隙間テープや紙バネを使っていないときには花の根元のところにボンドをつけてください。葉っぱの中心にたっぷりボンドをつけて軽く押さえるようにして貼っていくと葉っぱが立体的になります。蝶々は軽いので真ん中あたりに少しだけボンドをつけて貼ってください。これで完成です。壁面の大きさや飾る場所に合わせてレイアウトを変えて楽しんでみてください。